えこんにちは今回のタイトルは耳辺に心とと寄せて恥恥書く恥ですね何を恥とするかは人によって違うと思うんですが、まあ、今回ね、うん、あの日本の芸能人やコメンテーターの方が、まあ、非常にですね正論のような愚論を漏しているかなと私は感じるんですけども、まあ、力の強い国が 自分たちの国に攻めてきたときに戦っても勝てないから、まあ降参するなり、その国を明け渡してどっかに逃げればいいと。で、まあ落ち着いてきたら、その国にまた戻っていけばいいんじゃないかな、みたいなことを言ってますけどね。私はやっぱりね、二つのことを歴史から学んだんですね。一つは、北方領土。北方領土は果たして戻ってきたんでしょうか。ソビエトという国が、 ニソ不可侵条約というね契約を破って日本が弱体化した時に乗り込んできて強引に北方領土を奪ってしまったとそしてソ連が崩壊した時にそれは戻ってきたのかってことですよソ連邦ってものがなくなって北方領土をね継承する権利はなかったはずなのにロシアがなし崩し的にそのまま継承してしまったと 本来なら北方領土は戻ってくるべき時期でありその責任はあったのに結局ね国力が強いと下を向いてしまうそういうふうな国民性がそこにあったんじゃないかなともちろんほとんどの方は日本本土に住んでるんで北方領土ぐらいどうってことないだろうあげちゃえよみたいなそんな方もいると思いますけどもじゃ自分がその北方領土と言われている 暮らし、エトロフに住んでいて思い出もある。自分の住んでいた家もあるし、大切なものをそこに残してきている。とすればね、日本並びに日本国民が、まあ北方領土、まあ、ロシアのもんでしょソビエトのもんでしょもうなんか揉めるよりもさ、もういいんじゃないのもう70年も経ったし、みたいな考えていることっていうのは、果たして誰の恥なんですかねいまだに自分の住んでいた故郷を他国に 約束を破って取られて、それでもあそこに戻りたいって言ってる人の恥なんでしょうかそれとも、まあ自分の暮らしに実害がないから、多少泣く人がいるのはしょうがないんじゃないのみたいな感じで、まあ、力の強い人が来たらね、ひよって逃げちゃえばいいよみたいなことが恥なんでしょうかうん。また恥を書いてでも人は生きるべきなのかそれとも、これも吉田松陰さんの 話ではなかったかなと思うんですけども自分の意に沿わないような人生を送ることを強要されるのが自分の人生なんだろうかとだったら自分の思い通りに最後の瞬間まで生きて自分の思わないような人生を強要されるぐらいだったら自分の思った通りに最後はいくらでも命を捨ててやるよそしたら最後の瞬間まで自分の人生だったと言える でも30歳で自分の思い通りに死ぬことと自分の意にはそぐわないけども生きながらさせてもらえるんだったらならず者や強盗や強者の理論に沿ってとりあえず命生き長えることがいいのか506080歳まで生きていくのが長生きが正しいのかさあ果たしてこれはどっちに決めるのかなっていうことですよね。 でもう一つ歴史から学んだことといえばねそうですねまあ北方領土のことも一つあったんですけども特攻隊ですよね「なんでね神風特攻隊」なんていう馬鹿げた発想に無駄と知りつつ多くの若者が19二十歳で飛び立っていったのかしかも当時の飛行機乗りっていうのは エリート中のエリートですよまあ、戦争で何が一番コストが高いかって言うと一回飛び立った人材が腕利きのパイロットが二度と帰ってこないってことでしょうね飛行機は失っても人間が帰ってくればまたその優れた戦闘能力を活かす時が来るわけなんですよねでも一回こっきりでもう帰って来れないとしたら培った人材ってのはまあ、軍としても 大大ききなななな戦力のの喪喪失失にるるしし一人の人間としても大きな喪失になるわけですよねそんな非効率的な特攻なんてことをするわけだからもう勝てるわけがないですよ急速な消耗しますからね飛び立ったらなんせもう,もう二度と戦力として数えられないわけですからねでもなんでそういうことも分かっていたのに特攻隊飛び立っていったのか あんな検閲されるようなね見せかけだけの衣装を書いてそしてあの音美さんの食堂にこっそりと本音の衣装を残して飛び立っていったのか、まあ、そこにはね特攻、まあ、隊員が命をかけてでも自分は個人的な命を失っても。 この日本という民族がここで終わるわけにはいかないというふうに戦争の知らない世代を私たちのために残してくれた託してくれた思いがあったんじゃないかなと思うんですよ一つは自分が命を投げ打つことによって1分1秒でも自分の愛する人に戦果が及ぶことを遅らせられるんだったら1分1秒でもいいんですよだったら俺が行かないとみたいな気持ちだったんでしょうね それっていうのは無駄人なんですかね今こうして平和な時代をその特古隊員さんのおかげで多くの英霊たちのおかげで過ごせた私たちから見ると戦争で死ぬのは犬死に強い国に対して立ち向かっていって負けると分かっていながらそこで命を失うのは犬死にだから降伏して生き延びた方がいいんだ得なんだと考えれば。 うん、まさにですね暴力が勝つことをそして暴力が全てを成し遂げることを認めることになるんではないかなと思いますよねだから暴力は何も解決しないと結局は人の強い思いが勝つんだというふうに、まあ、信じたからこそ特攻隊っていうのは神になり得る存在だったんじゃないかなと思いますもちろんこれは軍部がそそのかした神とは全く違いますよ 今でも、ラ安や、それから、江田島海軍、兵学校などに掲げられているあの皆さんの遺品や遺書はですね、私たちに、死んでも譲るなというふうな強いメッセージを語りかけてくれるんじゃないかなと思います。でも、その抵抗が、果たして犬死人だったのかな、無駄死人だったのか、野垂れ死人だったのかなと思うわけですよね。 もちろんそう思いたい人は思えばいいでしょうけども私は最後にこれね今回のね恥というテーマでお話する時にあの人間生き延びることはいくらでもできると思うんですよ生き延びることはねはいつくばって従えば生き延びることができますウイグルやその他弾圧されたホロコースト奴隷のように生きることはできますでもその奴隷のように生きることがさらにならず者を増長させて 別の民族をこの方法で行こうぜってさらにね、暴力によって主権を脅かす存在を強大化させるんじゃないかなと思うんですよ。どんなに少数民族でも、どんなに非力なものでも、こいつら必死で抵抗してくるぞというふうに、人間のね、尊厳を生きることへの,あの執念をね、侮れないような そういうふうな威風の念を脅かせるなら抱かせるならならず者はいつか他国への侵略を侮らずにねやめていくんじゃないかなと思いますよね、まあ、どうなんですかねまあ私は何のためにだったら死ねるのかってことも決めてますからねで簡単なことですよそれは人間不老不死ではいられませんから生き延びることを一番てっぺんに置くと それは死んだも同然だも然なと思いますよね、うん、私もビジネスをやってね稼ぎ続けたいと思いますし稼ぐことが正義だと思いますねどんなに恥をかいてでも金を稼ぐこととが一番だと思いますただやっぱりねどんなに恥をかいてでもっていましたけども盗っ人したり詐欺をしたり騙したり陥れたりとかしてそれでも金を稼ぐのが勝利だとは思わないですね それはただ長生きするだけの敗北者じゃないかなと思うんですよ。私の譲れないのはそこなんですね。もし稼げずに死ぬんだったら、それでいいかなと思える時があるとしたら、稼ぐためには人を騙さないといけないっていうところね。意にそぐわないようなビジネスをして、それでも儲かったやったっていうふうに思えるかどうかなんですよ。それは思えないですね、私はね。そう考えると、 強大な敵に攻められて。まあビジネスって言ったらライバルですよね。ライバルが強大すぎるから、お手上げして閉店閉店して絆ないうちに生き延びちゃおうとは考えないですね。叶わないまでも自分の全身全霊を向けて誠実なビジネスをして、それで敗北するなら堂々と飢え死んでやろうかなというところですかね。はいまあ、ですんでね、この戦争というね生々しいものとちょっと置き換えるとビジネスってのはあまりにも格が違いすぎるんで、 本当に戦場でね、あの、銃を手に取って、手足を失いながらも抵抗している戦場の兵士たちには申し訳ない。だからビジネスとはとても比べられないですね。ビジネスでは実際に、はい、ビジネスで負けました。腕一本吹き飛ばしましたとかね、地雷が生んで足がなくなりましたってことはないですからね。結局、平和の上でのルールのあるごっこなんですよ、ビジネスって。 ごっこですよ <laughs> 平和だからビジネスができて平和だから命懸けだとか言ってられるんですよ命懸けてないですよ全然ビジネスなんて負けても死なないんで,で負けたら保護制度までやりますからね日本にはねなのに挑戦しないわけでしょだから恥だなと思いますねもちろん恥が恥ずかしくないことという風なねおかしな矛盾の言葉ですけども恥を恥とも思わなければそれでいいんですよ でも私はなんだインチキな商品売ったりとかねこいつなんだかよく分かんないやつだけどもコラボしちゃおうかみたいな感じで売り上げとか自分の欲のためにビジネスやってるわけじゃないですからねビジネスを通じて誰かのお役に立てるんじゃないだろうかもっと伝えられることがあるんじゃないだろうかという,うにね少なくとも自分が生き延びるためとかね自分が儲けることが一番でやってるわけじゃないかなと思いますね うん。それはまあね、安全圏に行ったから言えるのかもしれませんけどね。まあでも振り返ってみたら、金がない時でもビジネスで絶対に稼ぐぞって思わなかったような気がしますね。<laughs> 考えてみたら。まあだからね、ズブズブと借金もできたんでしょうしね。あ、借金返さなきゃいけんなと思ってビジネス始めたわけじゃなくて、なんか面白そうだなと思ってね、やったようなもんですからね。うん、もちろん、 本当に稼げるのかなという好奇心もありましたけども、ネオヒィリ本当に稼げるのかなと思いましたけども、稼げなければ稼げない,でないでいいわ、みたいなね。半分嘘だろ、こんなもんは。とは思ってましたからね。はい、まあ今回はね、恥というテーマでお送りしましたけども、うん、そうですね。まあ今までも個人的な見解を申し上げてきましたけども、さらに個人的な見解を言うと、あの、ウクライナを明け渡して逃げちゃえよ、と。 いうふうなねテリー伊藤さんとか橋本徹さんなんてのはまあこの国の恥じゃないかなと思うんですよね要するに口喧嘩が強いだけのド素人ということじゃないかなと私は思っちゃいますよねまあ本当に戦争のない時代にはああいう人が生まれちゃうんだなと思いましたしかもその言葉をまさに国を追われて戦火を逃れてきた人に言っちゃうっていうのがすごいですねまさに恥知らずの 大恥ということで同じ日本人でいるのが私は恥ずかしいと思いながらの今日一日でございましたお疲れ様でございます